シボグモアナヒタファウナカーシュ1879はシボグモカのクモの一種。網を張らず歩き回るクモでコモり雲モに似ている。このトガでは日本で普通に見られるのは本種のみである。体長はメスで約10ミリメートル、オスでは7から8ミリメートル。死有の性的二たなりはオスがメスより一回り小さい程度。廃校は高褐色で、 中央両側に脳褐色の縦筋模様がある。また、両側縁沿いにも褐色の半紋が並んでいる。背面は多少盛り上がり、前端は幅が狭い。目は八眼二列だが、前五列とも五曲が大きいため、前側眼が,が後中目の横にあって、全体として2.42の三列になっているように見える。ふわしも、 高褐色で黒褐色の斑紋があるが足の末端に近づくほど色が濃くなっている。腹部も高褐色でやはり中央両側に褐色の縦筋斑があるが後方では内側に矢は状の切れ込みのような模様が出る。全体で見ると東京部から腹部にかけてまっすぐに気褐色の帯があり、それを両側から濃褐褐色の線が区切って見え、その後方では 輪郭が波状になっているのが印象的である。和名は腹部の模様が絞り模様のようなまだらであることから。古くは別名として毒蜘蛛もどきがあった。これはこの種が子守蜘蛛に似ているためである。日本全土に分布。国外では韓国と中国から知られる。平地から山地まで生息域は広い。市街地の公園から水田や農耕地周辺。 草原、川原、林の中から林道沿いまで様々な環境で見られる。網を張らず、歩き回って獲物を探す、徘徊性の雲である。地表や落ち葉の間を歩き回ったり、石や倒木の影に潜んでいるのを見る。生態は5から9月に見られる。乱納は袋状で、袋は二重構造。まず殿もを平らに作り、その上に壺状の内納を作り、 その中に産卵する。卵納は落ち葉や草の上に貼り付け、メス親はそれを抱えるようにして守る。約1ヶ月で孵化する。本種の含まれる、シボグモ族は日本では本種しか知られていない。どうかとしては他に2種あるが、いずれも分布は局地的であり、広く見られるのは本種だけである。シボグモ科は、熱帯域に種が多く、大型種や有毒種を含む目だったトガであるが、 日本では本種がこれを代表している格好である。ただし本種は日本の雲ではとても古くから知られている種でもある。外見的に似たものにしぼぐももどきぞれやスプイマタがあるが、これはミヤマシボグもかに属する。はっきりした差としては前顔列の五曲が小さく三列には見えない点が挙げられる。だがより大まかに言えば、この種はコモリ雲もかのものに似ている。 外形もそうであるが、その動きもまたよく似ている。区別点としては、目の配列が大きく異なる。コモリグモ科では、前列四眼は小さくて、後列四眼が大きく発達して強く後曲する。そのためやはり三列に見えるが、シボグモが2.42であるのに対して、コモリグモ科は4.22である。なお、この両者は、系統的には、かなり遠い。コモリグモは三つめで、 増毛性から転じて徘徊性になったと考えられるのに対して、本種はに詰め類であり、喫水の徘徊性と考えられている。以下、岡田田著、P388 浅間、他 P77 浅間、岡 P77、岡田田著、P388 オノヘン P467 深海、P230 雲整理生態辞典オノヘン P467 アサマホカ P77 ありがとうございます。